皆さんこんにちは、ムチョと申します。ヨーロッパの最強馬血統は成功してるかということでですね、先日現1歳馬の新勝馬動画っていうのを出したんですけども、ちょっと一頭抜けてましてですね、まあそれに関連することで今日はね考察していきたいなと思います。まあその馬が誰かと言いますとですね、去年ヨーロッパのリーディングも獲得したフランケルさんでございます。まあまさにね、その最初の日本では有力後継となるモザースコットがですね、まあちょうどその動画では抜けていたということでコメントもいただきまして、まあちょっと申し訳なかったなと。あとはまさにそのフランケルの前提ノーブルミッションもね、これは本当すごいことだと思うんですけれども、まあ、まさに日本に来ていてですね、この年が初年度産駒となるということですから、まあ本当にですね、フランケル知事が成功するのかどうかっていうのは、まあ非常にね、興味深い年っていうことには、この世代はなるわけですね。まあもうね、そのニュースは日本にも届いておりましたけれども、デビュー時から14戦14勝、主にマイルから中距離でですね、歴代最強レベルの結果を叩き出したこのフランケルは、商売入り後もですね、そのヨーロッパはもちろんのことを日本にも対応する産駒っていうのを非常に多く出しておりまして、そのモザースコットほか、ソウルスターリング、グレナディアガーズ、そして現3歳のレイベリングと、もう本当に日本の芝高速ババアにおいてもですね、全く引きを取らない走りっていうのを見せてくれております。まあなかなかですね、これまでっていうのはもうガリレオの血が入るだけでも日本では重いとも思われておりましたし、というか今でもね、このフランケル以外はそういった傾向全然変わってないんですけれども、まああくまで本場の場合はですね、この辻であってもこれだけの産駒の走りを見ていれば、まあ後継たちもですね同じように成功してくれるんじゃないかっていう期待は大きくかかってくるわけで、まあまさにモザースコットなんかはですね、もう3年連続で価格上がってるのにもかかわらずずっと満口ですからね。 G12 勝という実績があるとはいえね、200万円、250万円、今年は300万円という金額は決して安くはないと思うんですが、まあこの状況が続いてるっていうのはですね、まあまさにそのフランケル血統であったり、まあ二刀流での G1 勝ちっていうのが、まあ、響いてるのは感じるところかなと。一方で弟のですね、ノーブルミッションはどうなのかと言いますと、あくまでその現役時代はですね、兄とは違ってザ・ヨーロッパといったやっぱりタフさ、スタミナが目立つ勝ち倉っていうことになっておりまして、あと晩成なところもあったんですよね。初 G1 勝ちは5歳になってからでもありますし、その舞台はアイルランドやイギリスのですね、2000m、2400m といった、しかも重馬場や不良馬場といったですね、まあ言っちゃえば日本と全く逆の舞台での活躍が目立ったと。まあなかなかね、普通のこの成績の馬が日本に来た際には、まあちょっと能力のベクトルが違うということでね、人気を集めづらいっていうのは、まあ確実にあったと思うんですけれども、まあ、やっぱりその兄の血統の力も借りてですね、初年度は128頭も集めて、まあやっぱり一定人気勝馬の1頭であったのは間違いないかなと。まあその後ね、2年目61頭、3年目となる今年は、一応予定馬としては25頭まで減っておりましたので、まあちょっとね、心配になる数値ではありますけれども、まあでもとりあえずはですね、このフランケル知事の2頭の初年度産駒は、どちらもですね、まあかなりの頭数がいるということで、果たしてどれぐらいね、日本で対応できるものなのかっていうのは、まあ非常に考察の違いがあるところだと。で、まあそれに対するですね、まあ個人的な考察っていうのを語らせていただきますと、まあ個人的にはやっぱり、フランケル系とはいえ、外力系はですね、まあまだちょっと、様子見したいなっていうところはありまして、でもやっぱりフランケルもですね、去年のリーディングとか見てるとやっぱこう父寄りの適性になってきてるよなっていう気が個人的にはするんですよね。まあ、まさにね、凱旋門賞なんかの勝利馬も出しましたけれども、その平均距離っていうところを見ていただきたくてですね、やっぱり単純にここの数値は長ければスタミナより短ければ、まあ、スピード向きっていう見方がね、まあ、なんとなくはできると思うんですけれども、やっぱりそのガリレオの血が出て、まあ、もしくはアーバン州の血が入っている馬っていうのは、まあ、ここが長くなりやすい傾向にあるんですよね。でフランケルは結構日本でもあれだけ走ってるから、ヨーロッパで言ったらもっとね短くなってですね、まあ、マイルとか1008とかに落ち着いてくる可能性もあるかなって思ってたんですけれども、まあ、だんだんこうガリレオの血がね出てきているのか、去年はもう 2000m とかっていう距離になってたんですよね。まあ、これはやっぱりもう周りの馬たち見ていただければ分かるように、もうガリレオ系そのものというかね、これを超える馬たちっていうのはもうほとんど
がガイル系もしくはアーバンシーンの血を持っている馬たちということでね、まあ、やっぱりだんだんこうヨーロッパの中でもザ・クラシックタイプになってきているような、まあ、数値には個人的には思うわけですよね。一方で最近人気を集めてこの対抗馬とも見られるドバビーはやっぱりこの距離がですね、だいたい 1800m に落ち着くということで、やっぱりそのガリレオ系統とかよりも、まあ、短い、まあ、スピードに長けている部分っていうのはあるのかなって思うわけですよね。スタミナっていう意味ではもちろんガリレオ系統に部があるかもしれませんが、まあ、最近はね、まあ、シュエニとかウートンバセット等もそうですけれども、やっぱりスピード色が強い、短距離も全然いけるぐらいの、まあ、勝負の方が評価されてる部分はあるのかなと、まあ、そう考えるとですね、やっぱりフランキルもガレの血が出てるっていうことを考えると、まあ、あくまでですねこの不景に関してだけに関して言えば、まあ、やっぱりそこまで大きく変わるものではないのかなっていう感覚が個人的にはあって、でまあ、言っちゃえばアダマイヤムーンみたいな感じですね。現役時代はもうバリバリ日本でもう高速馬場でもね G1 勝つような成績だったけれども、3区はその血統が出て、まあ、この場合はちょっとスピード不足になる長距離タフ向きの3区が出るっていう可能性はね、まあ、なくはないんじゃないかなって思うわけですよね、まあ、ですからあくまでこの不景に関しては私はやっぱり変わってないんじゃないかっていう印象がありまして、まあ、そこまでちょっと押せるタイプではないのかなと変わらず思ってるわけですけれども、まあ、ただねやっぱりモサースコットがそこまで人気を集めてるっていうのは、まあ、そこだけじゃない点っていうのもあると思うんですよね。やっぱりダート適性が高いんじゃないかっていう見方は、まあ、かなりあると思います、まあ、やっぱりねもうダート代わりのネギシステークスいきなり重賞で勝ち切るっていうのはそこの適性がないとできないことですし、まあ、しかもこの舞台に関してはオールダートですしね、フェブラリーステークスはやっぱ芝の適性がある馬っていうのが若干有利な舞台ではあるんですけれども、まあ、そこではやっぱりより強い勝ち方を見せたっていうところもありますしね。でもやっぱりこの適性はですね、この品系であったりパーチであったり、まあ、つまりは母系はねアメリカ血統であるっていうことも出ているからだろうなっていうのは考察できるものがあって、この品系見ていただければ分かるようにね、もう最近もモザーカボスが新馬勝ち決めたりしましたけど、もう他アメリカのねダートで終盤にもなってるようなトゥオーナー&サーブだったり2歳 G1 を勝っているアンジェラ・レニーという馬まで出ておりましてですね、まあ、もうバリバリアメリカ系ダートがっつり品系っていうところはあるわけですよね。そしてそのハーチ・ヘニシーっていう意味で言えば日本のダートリーニクサイヤヘニー・ヒューズの父でもあるというね、他ヨハネスブルグもこの父っていうことになりますから、まあもうすでにね日本のダート適性を大いに証明している血統であるっていうことは言えるでしょう。まあですからここの部分がね強調されている一頭っていう風に捉えればダート勝馬としてですね、私は大いに本場は成功する可能性は高いと言ってもいいんじゃないかなって思ってますね。一方でノーブルミッションの方はどうなのかと言いますと、まあ本場はやっぱりそのままねフランケルの前提、血統的に言っても当然ガリオ×デンヒルというまあ、ザ・ヨーロッパ配合ということで、でかつやっぱりフランケル以上にスタミナ要素が現役時代から強かった馬っていうことになりますから、まあ、そこだけ見るとやっぱり日本の馬場では大変な面もあるのかなとは思いますね。まあでもまさに本場の場合もそのダート適性っていうのはないとも言い切れない部分があるのが、先にアメリカで勝馬をしていた際にはコートオブオーナーというケンタッキーダービー2着そしてトラバーズステークスを勝ったような一流馬まで輩出しているっていうことですね。まあ、全体的な順位としてはそこまで高くなかったとはいえ、やっぱりこのクラスを出したっていうのは大いに評価できるものとは言えるわけで、まあ、なんとかここをまた繁殖の力も借りてね引き出せればといったところでしょうか。まあ、でもやっぱり基本的にはねこれまでのヨーロッパの勝馬に近い芝の北海道シリーズの長いところとかが得意なタイプになってきそうな気がしますけどね。ということでね、まあちょっと個人的にはまだ様子見の段階かなって思うやっぱりこのガリレオ系とは思ってるところではあるんですけれども、ただこの車内に来たポエティックフレアみたいにもう4代目とかねそのくらいの段階になってきたらちょっと変わってくる可能性もありますのでね、いやぜひ覚えておいていただきたいですね。まあ正直この馬の
現役時代の2000ギニーやセントジェームスパレス勝った、もう現役成績で言ったらスピードタイプなのに日本でちょっと対応できないっていうことになったら、まあ、やっぱりガリレオ系まだまだ時間や世代化されないんだなっていうことになりますからね。まあさすがにここまで成績でね、ノーザン生産育成とかの馬だったら、まあこの系統でもこなす可能性がないとやっぱり言い切れないところではありますので、まあ結構キーポイントになる一頭かもしれません。まあでも少なくともやっぱりガリレオ直子に関してはね、いくらノーザンファーム育成馬でも日本 G1 でやれるような馬は出なかったっていうところがありますので、まあやっぱり逆のね適性を高めてしまうっていうところは基本的にはあると見ていいと思います。それが2台3台4台5台と段階を減っていけばね、ちょっと変わったタイプにもなってくるだろうということで見解をね私はしております。皆さんはこのフランキュー知事ガイレオ系とどういった見解を持ちますでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。